どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、もう最近どんどん 20% ねキャッシュバックキャンペーンがね終わってきてますよね。JCB とかね、みずほとか、イオンとかもね、まあ終わって、今日はですね、今からでも間に合う、20% キャッシュバックキャンペーンね、を今回ね、紹介していきたいと思います。今日紹介するのは、ちょっと前にね、一回ね、動画出させていただいた、三井住友、カードのキャンペーンです。その時とね、今状況が変わっておりますので、今回ね、もう一度、改めて紹介していきたいなと思います。まず、今日の、キャッシュバックキャンペーンなんですけども、三井住友クレジットカードを新規に入会すると漏れなく 20% キャッシュバックキャンペーンということで、最大が1万2000円までということですので、対象支払い金額の最大を6万円まで利用すると1万2000円分がね返ってきますっていうキャンペーンです。で、こちらは条件としては新規入会で三井住友カードに入会するプラス、三井住友カードが、発行している、まあ、出している、スマートフォンのアプリが V パスっていうのがね、あるんですけども、まあ、そちらにね、ログインするっていうだけで、このキャンペーンはね、対象になるということですので、まあ、非常にね、達成的にはね、達成するっていう意味ではね、非常に簡単ですので、で、特にね、こちらエントリーとかもいらないので、まあ、条件を満たすと自動的にね、対象になりますんで、まあ、ぜひね、狙ってみていただけたらなと、思います。期間がですね、入会自体が12月の27日まで。ですので、あとね、10日ぐらいしかありませんので、もしね、狙っていきたいっていう方はね、ぜひね、早めの決断をお願いいたしますね。12月の27日まで。で、こちらの、カードの利用期間と、V パスのアプリのログイン期限っていうのが、まあ、12月1日から31日までに入会した人は、2020年の2月の29日までっていう期限がありますんで、まあそこだけね、押さえておいていただけたらなと思います。で、次にですね、じゃあ今回のこのキャンペーンの、対象のカードなんですけども、まあ一覧をね、ここら辺に出しておきますね。で、三井住友カードはですね、今こちら出ているクレジットカード、まあすべてね、初年度年会費無料なんですよね。ですので、好きなクレジットカードをね、まあ選んでいただければなと思います。で、この一番左のね、三井住友デビュープラスカード、こちらだけ18歳から25歳までのね、年齢制限がね、あるクレジットカードとなっておりますんで、まあそこだけまあ注意していただけたらなと思います。まあ私のチャンネルでね、ポイントサイトの案件をね、いつも紹介させていただいてますけども、残念ながらね、今三井住友カードっていうのが、この一番ひどいのデビュープラスっていう、年齢制限があるクレジットカードと、リボスタイルっていうちょっと前までね、あったね、エブリプラスっていうクレジットカードがあったんですけども、まあそちらリボスタイルっていう名前に変わったんですけども、最近。こちらのクレジットカードはね、まあ2つだけ今案件があるんですけども、まあデビュープラスカードは先ほど言った通りね、年齢制限があるクレジットカードなんで、まあ18歳から25歳までの方はね、ぜひ積極的にこちらポイントサイトを挟んで入会していただければなと思うんですけども、このリボスタイルっていうこの新しいクレジットカードは案件があるんですけども、このキャンペーンの対象カードの一覧にね、入ってないんですよね。ですのでちょっとね、詳細を見ると、リボスタイルの、クレジットカードも対象ですみたいな文言はあるんですけども、でも対象カードに入ってないっていうね、やめときましょうっていう感じですね。ですので、ちょっとね、このリボスタイルを新規発行して、このキャンペーンを狙うのはね、ちょっと、大丈夫だとは思うんですけどもね。もしね、これで対象じゃなかったなんて話になったら、まあ何のために発行したんだかよくわかんなくなってしまいますんで、まあポイントサイトでね、まあ3000円分だったかな。まあもらえる案件自体はあるんですけども、積極的にそれ狙いたいっていう方はね、まあ一応 URL は載せておきますけども、個人的にはね、おすすめしないです。対象カード一覧に入ってないので、まあ、詳細には入ってるんですけどね。まあ、これちょっとどっちかよくわかんないんでね。私としては、まあ、他のクレジットカードの方がいいかなと思います。私もね、最近発行したんですけども、私は定番の1枚のクラシックカードっていうのを発行したんですけども、ご自身がね、
作りたいクレジットカードを、ね、発行していただければなと思います。でちなみにクラシックカードとクラシックカード A っていうのがあるんですけども、まあ、こちらね年会費は150円か250円ぐらい違って、海外旅行保険がね自動付帯かどうかぐらいなんでご自身のね合ってるものを発行していただければなと思います。それではね次のキャンペーンに移っていきます。でこの三井住友カードはですね、もうずっとこれやってるキャンペーンなんですけども、新規クレジットカードを発行してねその後に Apple Pay、Google Pay に登録すると、2000円分の買い物が無料になるっていうキャンペーンをね、まあ、ずっとやってるんですよね。で今もキャンペーン中で、2020年の2月29日までね、このキャンペーンやっておりますんで、まあ、私もねもう結構前にこれ利用させていただいたんですけども ID で支払えるところ、まあ、電子マネーの ID が支払、ID で支払えるところだったらですね、まあ、どこでも利用できますんで、まあ、2000円分買い物できるっていうことなんで ID はまあ基本的にコンビニとかね、まあ、今ではスーパーとかでも結構使えるとこ増えてきてますんで2000円分ただで買い物できちゃうっていうことですんで、まあ、これはねエントリーが必要ですんで、発行した後にね確実にエントリーだけしてくださいね。でその後に、登録したスマートフォンのね電子マネー ID で支払うだけで、まあ、2000円分ただで買い物できちゃいますんで、まあ、使った感じとしては本当に請求が来ますよね。使うと、まあ、その請求がそのまま請求が乗ってその下に、その請求がそのままマイナスみたいな表示で請求が来ないっていう感じになりますんで、まあ、ぜひねこのクレジットカード発行された際には、ぜひ狙ってっていただきたいなと思います。まあこれただ単に無料で2000分使えますよって言ってるだけなんで、ぜひ狙ってください。それではね、最後のキャンペーンですね。まあこちらはですね、結構 CM とかでバンバンね、流れてるキャンペーンなんで、まあ知ってる方も多いかもしれないですけども、先ほど言ったね、V パスアプリにログインするだけで、抽選で全額タダになるっていうキャンペーンをね、この今三井住友カードでやってるんですよね。で、上限は、10枚までっていうことで、アプリにログインするだけで対象になりますんで、で、期間はですね、12月29日までっていうことですんで、まあ大きい買い物をね、もし控えてる方でしたら、まあこれまでにね、使っていただくと、もしかしたら、上限10万円でね、キャッシュバックがありますんで、もしかしたら当たるかもしれないんでね、まあこれも頭入れといていただけたらなと思います。それではね、最後に今回紹介したキャンペーンのまとめですね。まず、18歳から25歳までの方は、デビュープラスカードで、発行することができますので、そちらの方は、ポイントサイトポイントインカムにね案件がありますんで、まあ、そちら踏んでいただいて、利用発行していただくっていう感じですね。まあ、それ以外の方は今のところね、ポイントサイトに案件がありませんので、リボスタイルカード以外ですね。リボスタイルはちょっとね、対象カードになってないんで、その点ね、私はお勧めしてないですけども、一応あることはあるんですけどね。で、それ以外の方は、公式サイトから発行するようになると思います。で、カードが届きましたら、三井住友ビザカードのアプリをダウンロードする。これでね、キャンペーン対象になります。で、次に ID のね、2000分の ID のキャンペーンがありますんで、こちらはエントリーが必要ですんで、そちらをエントリーするっていう形ですね。その後、まあ、普通に利用していただくと、まあ、20% でね、最大、対象支払い金額6万円までね、利用すると、まあ、最大1万2000分ね、返ってきますし、ID のキャンペーンは、2000分ね、そのまま、使った分がね、返ってきますんで、ぜひね、狙っていただければなと思います。まあほとんどのね20% キャッシュバックキャンペーンがねどんどん終わってきてますんで、三井住友カードのね 20% キャッシュバックキャンペーンが一番有力なんじゃないかな、まあ一番利用しやすい、キャンペーンじゃないのかなと思いますので、もしねこの動画見ている方、参考にしてみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。